ベッドフォード対のストランドアベニュース駅は、ブルックリンクベッドフォードスタイベサントにある、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅である。ラファイエットアベニューのベッドフォードアベニューマイナスの、ストランドアベニュー間にあり、終日 G 系統が停車する。駅に到着する G 系統の R46 型電車、 ベッドフォード対のストランドアベニュース駅は1937年7月1日のクロスタウンセンナッソアベニュー駅ホイトスカーマーホーンストリート駅間延伸に合わせて開業した島式ホーム2面3線を有する地下駅である。ホーム壁面には能力色で縁取りされたライムグリーンの帯が水平に引かれており、帯の下には白い文字でベッドファードと ノーストランドが交互に書かれている。ホームには緑色のアイ傾向の柱が等間隔で立っており、一本置きに黒地に白でレタリングしたニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が取り付けられている。ノーストランドアベニューに通じる西側の改札は終日営業である。停車中の南行 g 系統通りに面した階段。ありがとうございます。